ベント開催中。わらわにとぜひお試し。スモールサイズのフローティングリーフをお願い。大丈夫よ。なんだかエウルアの様子がいつもと違うぞ。まさかここに来る前からお酒を飲んでたのかな。確かフローティングリーフってコーヒーから作るんだよな。お酒の後にコーヒーって胃が爆発するんじゃないか。エウルアのお腹のためにも出す前にこっそりと水で薄めてやろう。これじゃあ注文。これじゃあちょっ。味は悪くないわね。味噌であんなに薄めたのに気づいてないなんて相当酔っ払ってるみたいだな。バーテンダー、もう一杯。ん？待って、どうして君たちが？悪かったわ。さっきまでキャッツテイルに行ってて、そこで少し飲みすぎたみたい。ああ、一人でお酒を飲むのは寂しいしな。オイラたちと話せば気分も明るくなるはずだぞ。確かに一人でお酒を飲んでいたわ。飲んだにいるとどの酒場に行っても歓迎されないのよ。今日はせっかく気分が良くて、だからお酒を飲もうと思ったのに、また人に後ろ指を刺されて。君はどうやってそんなにたくさんの友人を作ったの？人が君のことを話すとき、その言葉にはいつも憧れが見えて、みんな微笑んでいるわ。なのに私の名前を聞いただけで、みんな。ローレンス家に生まれたのはエウルアの意思とは関係ないだろ。それにオイラたちはそんなこと気にしてないぞ。オイラたちの知ってるエウルアはすっごくいいやつだからな。ただエウルアって素直じゃないっていうか、いつも人を恨んでるふりをして優しい一面を隠すんだよな。ちょっと、誰がふりをしているですって？本当かしら。酔っ払っていてもそんな日が来るなんて想像できないわ。
ずっとずっと。私がセピロス騎士団に入ってからも、みんなは。ああ、あの金融野郎もそんなこと言ってたよな。エウルは、お前は自分のやり方で進めばいいんだ。いつかみんなが抱いているローレンス家のイメージをお前が変えてやろうぜ。ええ、ありがとう。私話はここまでにしましょう。今日は帰るわ。大丈夫よ、今は他のことを考えていられないもの。さっきの話をしっかりと覚えておかなくちゃ。帰ってすぐ紙に書かないと。酔ってるエウルアっていつもより素直になるんだな。でもあのエウルアの決め台詞を聞けなかったのはなんだか物足りない感じがするけど、あいつの酔いが覚めた後、この間のことは全部忘れなさいとか言ってこないよな。おお、旅人じゃないか。ここで会うとはな。よし、この酒場で一杯やるか。まさかあなたがここにいるなんてね。会えて嬉しいわ。え、お前たちもしかして二人で来たのか。ああ、このお方がゆっくりと休みたいっていうもんでな、この辺りを旅行することにしたんだよ。だが旅行に対する認識が私らの間でずれてたみたいだ。まだ数えるほどしか山にも登ってないのに、ここで休憩するとか言い出してな。まったく、これだから金持ちってやつは。その言い方傷つくわね。私はあなたのためにわざわざお酒を飲めるような場所を選んであげたのよ。まあ見識の広い船長様からすると、この小さな酒場では物足りないみたいね。ち、わかったよ。たく、今回は私のおごりだ。これでいいだろう。北斗のおごり？オイラたちの分もか？だ、そうだった。つい。私はスモールサイズのカバの木をいただけるかしら。酸味を強めでお願い。なら、私はラージサイズの夕暮れを頼む。これじゃあ注文とは違う飲み物だ。作り直そうぜ。安心しろ、これはオイラが処理しとくか。
れじゃあ注文と。これじゃあ、これじゃあ。これじゃあ、これじゃ。これじゃ。これじゃあ注文。これじゃあ。これじゃあ。
それじゃあ。これじゃあ。これじゃあ。そうね、かつての苦い思い出がよみがえり、今の幸せをかみしめられるような味だわ。ん？無一文から事業を成功させた味か？どんな味だよそれ。甘酸っぱくて余韻のある味よ。ああ、小さな商売で果物を売ってもあんま儲からないことに気づいた時の味か。わざわざ言葉にする必要なんてないのよ。過去のことは過去のこととして、ただ味わえばね。高貴なテンチェン様が街中で果物を売ってたなんて誰が想像できるだろうな。私が元は漁師だったのと同じくらい信じられない話だろう。そんなことないわ。私から見たら、北斗船長の海を見通すその目も、波を乗り越えて前へと進むその心も、海に囲まれながら生まれてきた人のものだわ。おいおい、それは私を褒めてんのか？あなたの悪口を言っても何のメリットもないでしょ。まったく、あんたの口がうまいのは知ってたが、今日はもともと私のおごりなんだ。これ以上は何も出ないぞ。そうね、ならもっといただこうかしら。よし、バーテンダー、もう一杯だ。お、威勢がいいな。じゃあ私ももう一杯いただくか。はあ、モンドのジュースは美味しいわね。毎日飲めたらいいのに。あ、まさかとは思うが、夕暮れの実の貿易ルートを開拓したいとか言い出さないよな。あら、面白そうね。おい、本気か？冗談よ。夕暮れの実に関する貿易はすでに一定規模で行われているわ。だから私が手を出す必要なんてないの。今日はありがとう。もしのんびりと働ける仕事に就きたくなったら、私の専用バーテンダーになってみるのはどうかしら。それならうちの市長整合に来ないか？みんな酒が好きでな。あんたがもし来てくれたら、思う存分酒を飲んでたらふく肉を食うんだ。絶対に楽しいはずだぜ。北斗船長は私と人材の奪い合いをする気？そんな必要はないわ。旅人の作った飲み物が飲みたくなったら、軍玉閣に来ればいいでしょ。いつの間にかあいつらの中でお前を雇うことは決定してるみたいだな。
人とも元気にしてたか。おう、ふう、友達がこんなに続けて何人も来てなかったらきっと今回も驚いてたとこって進化君、やっぱり驚いたぞ。うむ、ここまで来るのは実に大変だった。エンジェルズシェア、名前も言いにくい。ここにたどり着けたのも熱心な勝利殿が道案内してくれたおかげだ。道案内をってことは、もしかしてわざわざ飲み物を飲みに来てくれたのか。ああ、そうだ、その友人だからな。ほら、メニューはこれだ。北風の望み。北風とはひんやりとしているということか。この北風って多分ボレアスのことだよな。寒いといえば確かに寒いけど。松笠キャラメル、松なのに飲めるのか。あ、それならオイラも飲んだことあるぞ。キャラメル味のコーヒーだ。松笠は色のことだと思うぞ。名前を見ただけでは全く想像がつかない。ここはヌシラに任せよう。精神や瑠璃袋のような、そういった味のものを頼む。そういう薬草はここじゃ育たないんだ。もし苦いのが飲みたいならコーヒーくらいしか。うむ、任せよう。そうだな、ずっと修行してきたんだし、また違う味を試してみるのも悪くないと思うぞ。神格には親切な口づけを作ってやろうぜ。こいつにぴったしの名前だしな。甘くて口当たりがよく苦味が全くない。これは何という飲み物だ。親切な口づけって言うんだ。まるで雪が降り積もったみたいな飲み物だろ。これは牛乳を泡立ててふわふわになった部分を飲み物の上にかけてるからなんだ。口づけってつけた理由は、わからないけど、多分売れるためにお店側が考えた名前だと思うぞ。うん、そうすることで売れるのか。え、だ、多分そうかな。オイラの想像でしかないけど、その、ロマンティックな言い方だろ。ロマンティック。ね、説明するのが難しい。オイラの頭じゃこれが限界だ。そうそう、ふむ、そうか、分かったような気がする。待て待て、なんで今のでわかるんだ。今度はオイラがわからなくなってきたぞ。我が山を歩くとき、時々戦争を口にすることがある。
目が地面から出てくる瞬間もこの目で見たことがある光景だ。心を揺さぶるこの感覚は確かにあの瞬間のものに似ている。感謝する。おかげでこのような難解な名について理解することができた。これからも主に迷惑をかけるかもしれないが、よろしく頼む。